はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ではバイオハザード7続きをやっていきましょう。本当はね、ここもう俺の住処にしたいくらいだよね。さっきのさ、1階にあった安息の地よりさ、全然住み心地良さそうだからね。まあ、ベッド、これベッドじゃないよね。箱、あ、これベッド、え、何ベッドにしたら小さいか。ベッドがないっていうのがあれだけどね。ほら、クローゼットとかさあるしさ。まあ、あとは食料だな。食料とトイレに行けないのか。トイレに行くためにはどうしても外に出ないといけないからね。てかお前早く外に出ろよって感じだと思うけど。そしてちょっとまたナイフを振りながら行きますか。いやー、この地下か、ちょっと減ってるね。ちょっと待って、ちょっと待ってやっぱりちょっと待って。まずアイテムボックスで、ガンパウダー作っちゃおう。もうで、薬液も、薬液ってこれ1個ずつ使うんだ。で、ハーブを1個取り寄せて、ハーブを1つ普通に使おう。これ使えるよね、だって。あれ使った使ったね。特に使う動作はないんだ。で、こっちで、やっぱね、敵が出てきたからね。え、これもう、押したらすぐ使っちゃうんだけど。よし、弾が33発になった。で、さっきのハーブは一回預けましょう。よし、銃弾がすげえ、全部で40発近くあるよ。やった、これで変なやつが何匹出てこようと俺の敵ではない。行くぜ、地下室にもウキウキで走ってくよ。ちょっとだけ開けよ、ちょっとだけ。くら、またさ、ほら、ヘドロがあるよ、ヘドロが。絶対あいつ出てくるね。毎回ちょっと地図を確認しながら、加工場、地図で言うと下から行くか、どっちから、こっち、こっちから先に行く。でもなんかこの扉開いてなさそうだけど、ちょっと銃に持ち替えよう。もう絶対ヘドロ出てくるから。え、開けられる。ああ、向こう側から施錠されてると。いや、絶対出てくるでしょこれ。ここなんかある？こういうところとかね、ちょっと調べていって。いや、何これ。だってヘドロってさ、しかもこのヘドロから出てくるからね、いきなり。ちょっと待って、ちょっと待って。え、道ある？道、あ、これじゃねえや。あ、あるね。え、これ、このヘドロとかでかすぎない？大丈夫かよ、ほんと。うわあ、いた。くら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 、待って。俺は少し容赦ません。うわ、いた。やばい、弾がリロード。こんなんナイフで立ち向かえねえよ。しかも頭なんてさ、狙ってらんないんだけど。まだ生きてんの？倒した？ちょっと。いた。マイランド。うわ、あとは俺はもうナイフでいくぜ。おらくらい。なんか死ぬかもしれん。いきなり。ん？ L2 でガード。うわやられた。いや、でも、こうやって、一体目がどこにいるのか分かれば、もう楽勝だよ。肉体を破壊し尽くすか、頭部の中枢神経を潰す以外、生命活動を止める術はない。で、これ銃に持ち替えて、やはりナイフは無理だな。もう妖刀村正とか、マジ何の役にも立たないわ。で、できればね、頭をね、狙っていきたいんだけど、ここで出てくるんだよね。ちゃんとか、お、来た。ここ暗くてさ、ほら、リロード。あれ？倒した？あれ倒した？お、全然楽勝じゃん。なんだ、ちゃんと狙っていけば、10発使うか、でも。ちょっと待って。絶対また出てくるよ。地図。あ、ここ入れるね。どうする？ちょっとこっちをクリアリングして、入ろう。
いそう。え、痛い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 。うわ。うわ。近くに寄ってくるとね、ヘッドショット実は狙いやすいんだよね。やばいやばい。銃弾をさ、込めてるときにさ、まだ生きてるか。よし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 。やばいよ、もう弾ないよ。だってさ、ガンパウダーでさ、あんだけ弾作ったのにさ、もう弾ないんだよ。これやばくね？これ何があるの？タオル？てか、なんか他にも来そうで怖いんで、これ閉めとこうぜ。閉められる、あ、閉められる。いいね。シャットアウト。あ、やっぱ閉めた方が良かったのか。ルーカスへ。カップルの男の方は逃げ出さないよう一番左の焼却炉に閉じ込めておいた。点火が終わった頃に取り出すこと。開ける手順は知ってるな。覚え方は3つの A と手が、ん？手がどうかっていう。女はお前の好きにしろ。覚え方は3つの A と手がなんちゃらみたいな。え？あ、これ開けるのか。ちょっと待ってよ、絶対これ危ねえよ。ここ、このノコギリみたいなのは取れないか。ここは暗くてちょっと調べようがないな。わかんないな、何が置いてあるか見えない。あ、これなんか置いてあるよ。ガンパウダー。ガンパウダーはいいんだけどさ、薬液がないんだよね。これとかね、絶対動き出すよ。これどうすんの。え、何これ。あ、しまった。え、これはシャウ、なんて書いてあるのこれ。え、これさ、でもさ、開けたらさ、いきなりなんかドワーって出てきそうだよね。え、どうすりゃいいの。何を開け、これなんか手がついてるよ、しかも。え、ちょ、意味がわからん。え、トラビスって書いてあるね。これはララ。これは手。で、これはウィリアム。シャウンかな、これちょっとわからん読み方が。え、それをどうすんの。ちょっともう一回読もう。あ、なんか今あった。あ、薬液があるじゃん。薬液強って書いてあったよ、しかも。一番左の焼却炉。開ける手順。え、一番左の焼却炉ってこれ、これトラビスだよ。え、奥行くの。ここはでもこの他ないよね。え、あ、びっくりした。手大丈夫か俺。あ、そうだよな、これはだってあれだもんね。なんだ、ちょっとわからんな。奥へ行ってみるか。行きたくないけど、この奥は続いてるね。あー、なんかある、なんかあるけど、こっちはちょっとこっちから覗くか。施錠されてる。え、落とした。待って待って、どっから、こっち。あ、大丈夫、ちょっと待って、ちょっと待ってね。広いとこんだよ。でもし誰かが来たらここ一気に閉めよう。なんかさ、音がするとさ、大丈夫、絶対何かいるよ。ここは扉か。入れるし。なんだよここまた、ヘドロだらけだな。暗いよ。ちょっとこっちの方から覗いていくか。こういうとこなんかね、入ってたりするからね。ハンドガンの弾、よし。今ハンドガンの弾めちゃくちゃ貴重だからな。いや、マジ暗くて見えないな、これ。アイテムがあったとして。また落とした、ちょっと待って。あそこに、あ、いるいるいる。しかもなんだかいつ、何こいつ。あ、なんだ、え、ちょっとリロードしよう。え、今向こうに去ってったよね。待って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 、追いかけろってこと。いや、来た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 、外した。おわっ、この野郎。いって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 、
どっか行け、この野郎。よし。え、こっちからも行くのかよ。いった。無理。ちょっと無理だよ、マジで。これは行けるけど。行けるけど、どこだよ、ここ。うわ、いる。無理だ。ちょっと、視界が悪すぎる。え、ちょっと待って。銃弾がない。回復しよう。痛い。え、ってか、囲まれてないか、俺。囲まれてるよ。マジ無理ゲーなんだけど。どうしろって言うんだよ、これ。リスタートってどっからだ？ハンドガンにはより強力な強装弾が装填できる。弾の種類を変えられるか。あ、こっからね。またこっからやり直し？ってことは、またやつと戦わないといけないのか。弾は43発入ったまんまだね。全く先に進んでないってことだな。で、こっちはいけないから、ここで、あれ、どこでやつと遭遇するんだっけ？ここだっけ？ここの向こうか。こいつとか、やり過ごせないのかな？来るよ。あれ？あ、来た。あ、外した。うわぁ！あ、でもヘッドに直撃させればいいわけか。接近してきたの時の方がね、当てやすいからね、的が大きくなるから。その代わり危険も大きくなって、この中にいたんだっけ、いなかったんだっけ、なんか忘れたな。あ、いた。ちょっと、おわ、揺れる、的が揺れる。ほら、やばい。逃げながら、ほら、よし。少しずつ上達してきたね、こいつの対処方法も。で、ここが分かんないんだよね、ここが本当に。3つの A と手。あ、手あったね。これなんかあったんだっけ、開けると。開けても何にもない。とりあえず取ってないのは取ってないはずだから、これだ、薬液取って。覚え方は3つの A と手がどうとかっていう。で、手っていうのは多分この手のことだよね。で、あとは3つの A か。ララ。A が3つ？トラビス。これ A ついてるよね。で、ララも A があって。ウィリアムも A。シャラも、あれ？みんな A はついてるってことか。で、3つの A。トラビス。A、ララも。で、これは何にもないからね。シャウン。こいつなんでここにいるんだよ、なんか。だってなんかもう一個なかったっけ？あとこれだ。ガンパウダー。で、これで、これだ、ガンパウダープラス、薬液強。これで強装弾が作れる。もう作ろう。怖えから。で、強装弾がこれ。で、弾薬切り替え。え、どっちだかわかんねえんだけど、これ。なるほど。一応競争弾、これ使ってこうよ、競争弾。あれ、これが競争弾、どっちが競争弾だかわからん。3つの A って言われてもな。何なんだ、これ。あっち行くの怖えしな。あ、下にもなんか書いてあるよ。クラウィングみたいな。あ、下にも貼ってあるやつがいるね。まあ一人だけか。ここは暗くて何も見えないけど、何も貼ってない。うむー。いや、絶対ここなんかあるでしょう。適当に開けてみる。あ、ロックされてる。え、なんで。あ、そうか、ここにしまってあるからか。で、これ。で、これ。え、適当すぎでしょ。
スルーする？とりあえず分からんから行くか。ちょっとコタコタしててもしょうがないしな。でここは開かないけど一応あれをやっておいて、こっちの奥は、え、何これ、何これ、いけんの、いけるんですか。ちょこっちもいけんのかよ。いけるようになってしまった。あ、でこれこっから開けられんじゃん。よし、鍵外して、先にちょっとここだな。でさすがにこれを銃で壊すのはもったいないから、ハンドガンに切り替えて、あ、地図、よし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 、見取り図をゲットして地図を見よう。であとはこっちの奥か、なんかあるね。ちょっと待って、これなんかあるよ。お、サソリの鍵じゃん。サソリの鍵ってどっかの部屋の鍵だよね、これさ。動き出しそう。あとこういうところとかにはアイテムがある。お宝の写真、何これ、これ何、暖炉、え、なんか、待って待って、びっくりした、勝手になったのか。これ何、アキーピックだ、よし。これはハーブ、よし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 。ハーブとかはいっぱいあるけどさ、薬液がないんだよね。これちょっと、あ、これは何、ああ、ここで薬液か。あれ、これはここで終わり、いや、あっちに続いてそうだね。え、どっちに続いてる、ここ行って、うっ、あ、びっくりした。まだ下に行くの、え、ちょっと無理でしょ、ちょっと待って、行ってないとことかだっていっぱいあるよ。で、そもそも、あの死体の謎を、死体じゃなくて、うわーっと、なんだよ、こいつは。ほら、頭をね、ちょっと、やっぱり、狙っていこう。うわー、ん、倒した、あ、まだか。ちょ、こいつさ、いって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 。おー、これで倒したね。もはや、どっちの銃弾を使ってんだかわからんけど。あ、でも予備ストックが5あるから、こっから来たのか。さっきのところをもう一回謎解きしたいな。うわっ、いる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 、このさ、狭いところでさ出てくるのがさ、ほら、よし、倒した。いや、慣れてきたね、慣れてきたけど、ちょっと何も進んでないけど、安息の地に帰ろう、もう一回。一回落ち着いて、落ち着いて、あの、焼却炉の謎を考えよう。動画を見返しながら。というところで、じゃあ今回は、なんかあんまり進んでない気がするけど。で、例によってまた20分くらいがね、これ限界なんですよ、やるの、マジで。ということで、ちょっと今回はここで一旦終了したいと思います。あんまり進まなかったけど申し訳ないです。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。